10月5日、台湾の航空会社、エバー航空の李家宝副経理と、旅行会社の社員らが、新しい旅行商品の開発のため、愛媛県内を視察するにあたり、愛媛県庁を訪れ、高村知事を訪問しました。李副経理は、10月は道後のニコチ8合わせや、しまなみサイクリングもあり、とても賑やかな月だ。両方のイベントの時期に合わせたチャーター便があり、高い搭乗率を達成している。と述べ、機体の機材繰りがつけば、来年の下半期にも定期便を就航させる可能性について、初めて言及しました。これに対して中村知事は、今日はようこそ愛媛県にお越しいただいた。県を代表して心から歓迎をさせていただく。昨年、日台観光サミットがこの愛媛県で開催された。それをきっかけに、愛媛県の観光についてご関心をいただき、多くのチャーター便を手配していただいたこと、心から感謝を申し上げたい。台湾と愛媛は深いつながりがあるので、チャーター便、定期便の道筋ができ、双方向の意義がさらに活発になることを心から期待している、と述べました。